あのね、よくないからみんな聞いて。今みんなここに何かしらのきっかけで来てると思うんだけども、それは制作者として、来てる人もいると思う。だけど制作者ではなく、まあ、クソちゃんとかあとリュウさんみたいにコレクションの人たちとか、あと単純にアートが面白いと思って来てる人っていうのもいると思う。そっちの方、ね、クソの方に少し寄ればいい。だからあの書かなきゃいけないわけじゃないってことなの。まあ、私は書かなきゃいけないと思ってるけど、書かなきゃいけないなじゃないってこと。書かなくても関わるとか面白い仕事がたくさんあるから、まあ、その仕事っていう話なんだけども、起業家としての仕事っていうのがあるし、まあ、リュウさんはちょっと違うのかもしれないけど、みんな同じ体験してる。アートを外側から固めていくための仕事っていうのがあると思う。だからそういうところにみんながあのどういう矛先をね向いていくかっていうところをちょっと見てあげたいなって思うし、まあ、何かしら示唆してあげたいなって思います。というわけで大丈夫ですか？大丈夫です。集まってます。左から竹内リュウさん、ゆういちさんです。はい、パチパチ。次が、漫画家ファミリーレストラン、長畑智弘さんです。よろしくお願いします。で、さっき頑張ってパフォーマンスをしていたアルガシンゴアーティストです。で、ハナスカ大地美術費用キュレーターです。で、私はホトテルです。はい、はい、はい。ということで、今ここ表が出てると思う。あ、ちょっとそこ閉めてますですか？すいません。あ、そちら側でお願いします。ありがとうございます。はい。で、今日あのレジュメがあります。で、このレジュメマジでガチのレジュメなんで、あのみんな本当もう本当いっぱい読んでおいた方がいいと思います。で、レジュメにはあの。さっき言ってた、なんか表紙にコンセプトがまとまってるって言ったって言ってたけど、まあ、観光地計画っていうのがあったりとか、まあ、これもすごい本質的なコンセプトなので、まあ、これはちょっと今は話さないです。で、めくってもらうと2ページ、3ページ目か。あ、3ページ、2ページ、2ページに、アート教養一覧っていうのが、まあ、一応うちのここの学校です。現代美術の学校では、現代美術という観点にのっとって、アート教養課程っていうのを一応設定してるんですね。で、これにのっとって私があの教えられることを教えていったり、まあ、今日は特別講師という形で来てもらったりっていうのがあります。で、次に、3ページ目がテーマ、現代美術とは何かということで、今回の狙い、なんでこれが必要か、なんで現代美術とは何かをみんなに知らせる必要があるのかっていうところを書いています。で、私は個人的にさっき相取りの話も出てたけども、結構胸が痛んでた、すごく。まあ、SNS とかもそうだし、あの実際に相取りの会場に行った時にも、まあ、すごい熱気も感じたけども、まあ、やっぱり美術館の前で講義している人がやっぱいたし、まあ、実際になんかまあそういう状況になってるってこと自体が、まあ、単純にすごく悲しかった。ちょっと泣ける感じだった。なので、その辺の胸が書かれております。3ページ目のところに。で、あまりにも現代アート、アートの、まあ、知っている人が少ないっていうのがやっぱ一番の問題点だと思っていて、そのために私は大学の頃からずっとアーティストトークっていうのを開いたり、現代美術の、ギャラリーを回る、そういうなんだ、運動みたいなものを催しを開いたりとかずっとしてました。はい。で、それの一環としてこのコッテっていう学校があります。で、それはもう、まあ、そうですね。はい。ここのレジュメにも書いてあるけど、工作、図工、学校教育の図工っていう科目名から、まあ、個人的にはアートっていう科目名に変更したいなと思っています。まあ、その辺が私の目的でになってます。はい。はい、なのでやっぱり小学生の頃からデュシャンを知るべきだし、うん、ちゃんとやっぱ教えればわかるし、大体今絵だけ展示されている美術館壁でじゃあ絵見ましょうって言って、まあ今ここにはいないから話すけど、茅ヶ崎市美術館あるんですね。今城田圭介さんっていうのを
すごいいい作家が展示してるので絶対見てほしいんですけど、美術館の壁に中でミルコミュージアムとかっていうのがあるんですよ、茅ヶ崎に、美術館が主催してるんですけど、それはまああの、うん、そうあのね、赤ちゃんから、まあ、幼児、まあ、小学生とかがあのパンフレット、美術館が作成したミルコミュージアムとかいう、まあ、あまりね、まあまあ、あるのパンフレットが。で、それを見ながら、あのくそつまんない絵を、あのなんかめちゃくちゃつまんない絵をこうただ飾ってあるだけね、普通に、もう公民館展示してある。で、それを、まあ、わざわざ能動的に向かい合わせて、これは何をこの作者は何を考えて書いてるのかとか、これは何に見えるとか、そう何に見える的なものが多いんですよ。分かる分かる、ね、それも本当に死んでほしいと思ってていやすごい分かる俺そうちょっと俺それ喋りたいなちょっと一言でさ挟みたいわいや分かるでしょちょっとだからあのめちゃくちゃ腹が立っているわけそんなもんでアートっていうようなクソバカ野郎と思いながらすっごいムカついてるわけで、あの大体大学の時もあまりにもアートを知っている人が少なさすぎあの美術大学、武蔵野美術大学だったんだけども武蔵野美術大学なんて言葉はもうただの名前でしかなくって実際に入ってみたらね、あの知らない人だらけでまあ浪人してる人ぐらいかな、知ってる人は一浪はまあまあ若干って感じで、まあ、あの詳しいっていうか、まあ、普通にある程度知ってる美術を現代美術をあの文脈的に知っているっていう人は2浪以上じゃないとちょっと知らない人が多い。まあ、トモちゃん4浪だ。4浪です。あるし3浪だね。うん。そう。やっぱね、浪人は絶対しなきゃダメ。これすげえ面白いやん。何これ。めちゃくちゃ面白いこのコンテンツ。これ YouTube で見るわこれ。あ、見てよこれ。これ撮ってない。撮ってるよ。ああ映ってねえじゃん。めちゃくちゃ。元になってないじゃん。映ってない。なってるなってる。なってる？なってる。でも本当しやしめてこれ。なってる。もうマジで腹が立ってるから私は。だからここ開いてんだよ。これはちょっとこっちここで。ここでちょっとちょっと。でね、そういうのはあんまりちょっとそうそうなのそうなのだからあの本当同じ名前のエコがいいからなんでよまあいいやそうでそれでまあちなみにさあのここのことちょっともうちょっと話したいなねこのね現代美術となんであるかこれ違うのプサちゃんのやつあと具体的なイメージがね浮かばないっていうのが問題点あの日本ではアートの、あの一般的な人、一般的な、アートの一般的なイメージが全然浮かんでないわけ、みんな。あの、アートっていうともう、なんか、人によってはネイルアートとかバルーンアートとか、あとなんだ、ちぎりでもいいかな。アートに突然だ。え？何？アートに突然だ。だけど、それじゃない。いや、それじゃないな。あの、だから、すごいな、あとね、あの、ボタニカルアートとか。あとアクアリウムみたいな。あれもだからこれのことチームラボのことここ書いてるのみんな気がついたここにみんな気がついたどこここにチームラボのこと書いたんだよ私ここちゃんと気がついた読んでないしこれ読んでないよねそうだよねわかるあのねここにそう3ページにチームラボについて記述したの私このね、どうだ？だいぶセンター入ってる。いやだ、チームラボに対してさ、本人の、マジでさ、ゲストいらないじゃん。マジ最高じゃん。だ書いてあるの、どこだったっけ？書いたよ、絶対書いたチームラボのことをね、あの、本当クソバカ野郎だと思って書いた。書いてない。書いたよ。読んだけど、ない。だから、今日の、違うページだよ。いや絶対ここだってあのね誰か見つけてくんないだから伝わってないってことだよねこれだからでもさチームラボについて書いたけどチームラボという名前は書いてないな名前は書いてないよだってそこは読み取ってよそれはそれはそこは察してっていうより読み取ってほしいそこはあのちゃんとそこは読解してくれなんだここどこだったこの普及率 5% 以下においていいかここから読めば。5% 以下。あ、そう、それ。見た目にも楽しく美しい今日のインタラクティブで芸能的で通俗的なアートも
っていうところがチームラボのこと、いわゆる。分かった？分かったよね。チームラボ。必要ないじゃん。だってそんなのさ、一瞬で楽しんで遊園地じゃないんだから、美術っていうのは。で、それをすっごい高い。で、知ってる？チケットいくらだか知ってる？3000円ぐらいじゃん。3000円とかじゃないじゃん。ディズニーランドぐらいの勢いだ。あの、子供も、うん、行ったことは、でもごめんね、やっぱり結局だから行った子、行って、それで感動したっていう人が何人かいるでしょ、ここに。だから、あんまりあの、私言えなかったけど、この場を借りて言わせてもらう、チームラボは最低だ。だから、あのね、あれだよ、なんだ、プロジェクションマッピングなんか死んでしまえばいいと思ってる。やってる人いたら本当にごめん。で、あの、そうなの、だからやってるよ、仕事ですから、僕。あ、まあ、じゃあ、いいよ、ごめん。あ、そうだ、そういえば、そう、プロジェクションマッピングを、あの、アートって言っちゃダメ、分かった、代わりに。代わりにアートとは言っちゃダメ、プロジェクションマッピングについては。なんか小田原城でもね、なんかやってるみたいだけど、あの、そういうのただの流行りだから。じゃあ、そうじゃないの、あの、美術は流行りとかそういうことじゃないの、もっと違うもの。ここではずっと伝えてるから、なんか来てる人はちょっと分かってくれてるか、まあまあ分かんないけど、とにかくもう、そういうのはちょっと良くないんじゃないかっていうところと、愛知トリエンナーレのあの問題あるでしょ、公金問題。あれに、ただ私は悲しんでいるだけっていうことね。ああ、はい、あの、悲しいっていうだけ。なんだ、実際だから。じゃあ、やっぱ、あ、で、登壇者の、そこでね、そこでちょっと聞いてほしい。登壇者のアートの段階っていうの。何も反対はないよね、うん。今言ったことにね。うん、わかるでしょ。だから、ね、全面的に賛成です、ね。うん、だから来てくれてるんだと思う。ありがたいことに。で、何も知らなくて来てるわ。でも、小田原城綺麗になってるのはいいんじゃない？そこ、だから俺もね、プロジェクションマッピングね、あの、岡山城とかやってるけど結構好きよ。形式の問題じゃないか。うん、だからアートって言わないで、プロジェクションマッピングって言ってほしい。言ってんじゃん。アートって言ってんじゃん。わかるわかる。言う、なんか好きあらばアートって言おうとしてるでしょ。あれちょっと、ああいう何やねこのマジで言うてきたやつ。だから好きあらばって、何やら好きなら、ゴッホ、私ゴッホ、はいはい、いきなりそこ？オッケーオッケー、分かった。最初はな、今これが段階の話で、すごくこの今の話とこれがすごく直結してるのね。ゴッホなんだけど、じゃあこの図が何か説明した方がいいんじゃない？本当だよ。そうだね、段階 A、 段階 B、 段階 C、 それ以降って多分リュウさん今ここ空欄だからちょっと不安で不安でしょうがないから、大丈夫、こっちに意味が分かんねえの、これだけ送りつけられて、はい、だからこの表、空白の表を僕らあのもらって、これ埋めろっていう宿題があったんです。そうそうそう、ともちゃんすごい、ともちゃんめっちゃいいじゃん、何これ。リュウさんだけサボったの、うん、ゆうさんは私だって言ったのに、あれだよ、あの、俺が俺のインタビューから探し出せって言った。めちゃめちゃ大事だった。すごい大事だったんだよ。でもいい、なんかその代わりちょっと時間なかったよ、ともちゃんのさ、あれ、キーがいっぱい調べなきゃいけなかったから、ちょっとりゅうさんとこまでちょっと時間なかった。ごめん、今日、4年になっちゃったから。本当に申し訳ない。間違ってるじゃん、何でもいいよ。なんで、間違ってる。マイクケリーっていいじゃん。え、なんで？マイクケリーでしょ。ケリーにしよう。やべえ、黒船来たよ。それはいや、しかもマイクケリー絶対1981年生まれじゃないし。黒船じゃないから、絶対。41年くらいだよね。41年。もうちょっと先輩ぐらい。笑い物にしないで。笑われ物になっちゃった。あ、分かった、じゃあそれは謝る、間違えてね。謝る。で、ゴッホがでね、だから今話したのあるでしょ、ラボとかさ。だからあれをアートの段階に決してしてはならぬってことなの。アートの段階って何？でアートの段階っていうのはアートの教養の段階、アートに対してあのもう入っていく段階なわけ。どんどん知っていく、奥に知っていく、深めていく、享受していく段階なの、アートの段階っていうのは。段階 A、 段階 B、 どんどんあの近づいていくから、今の自分に。で、昔どうだったかっていうと、私はゴッホだった、普通に。で、ゴッホだっていう人はめちゃくちゃいると思う。人口の 80% はゴッホだと思う。
動物園で、家族と行ったけど。ふざけんな。だって何で？あんたの中でおかしいじゃん。何それ。いやいや、違う。いや、おかしくないんだよ。あんたが何かっていうところに関係あるじゃん。うん、わかるよ。え、それはだからインスピレーション研究の話でしょ。うちの子ってでいう。分類された。それが違うの。そうだよ、だって違うじゃん。これ絶対インスピレーション研究じゃん、これ。段階でしょ。違うよ。いやいや、でもアルシンが言ってることもわかる。いいんだよ、いいんだよ。その一人の人間がこうアートとして、いやまあでもいいよ、あのこんだけだから5人いるんでしょ、5人いて1人こういう答え方するのは全然あり、みんな同じ答えごっことか言ったら気持ち悪いしね、いいよ。で何、次言えばいいの、 B？ あ、他の A は、じゃあ A は A でいこうか。じゃあ分かった、はい、さちゃんのピカソはでもさっきほら聞いたから、それじゃあいいね、もう分かった、はい。でトムちゃんは水木しげると E が分かる、 E が知ってる人、ギーがほら知らないって思う。今ね、今でしょ。俺たちがね、小学校ぐらいの時は、ああいう金曜ロードショーとかでよく映画でやってて、まあエイリアンっていう映画があって、それのエイリアンのデザインをした人で、なんか水分が。スイスだっけ？スイスの作品。水分であれば何でも。どこだっけ？フランスじゃないか、スイス。まあ一応あれ、スイスで書いてたんですか？まあいわゆるアートではないけど。いや、アートだけど。アートだけど。あ、これこれこれ。まあまあ。このデザインをした人、まあ、アンドスあまあでもそれだからデザインって言っちゃうね。まあ、だからこれはそうですね。これデザインというか、そもそもこの人はこのような絵を描いていて、テル君が反応してる。はい、なんですか。テル君が反応してるよ。え？なんですか。なんか、はい、なんか、はい、そういうのがあって。それでかギガーとは知らなかったけど、あ、知ってた。ギガーの絵は見たことがある。あ、本当に。それは相当多いです。じゃあ、あったかな。一冊。そうそう。だから、これが先にあるのではなくて、ギガーと、H.G. ギガーという人が、こういう、このようなモンスターとか女性とかの、まあ、奇形というか、という、その、そういうもの。奇形なのこれ。奇形。だから、その、イメージとしてはいろいろなんだけど、まあ、恋人がいて、この人で恋人が死んじゃったんです。でその後こういうような悪夢的なその絵画にどんどん発展していた。でその中で出てきた、これ本当は初めはここの頭部は女性の顔してたんです。でこれをリドリー・スコットっていうエイリアンのを作った監督が、あのこれを使わせてくださいってギーガーに言って、でそれをデザインとしてもう一回作り直したいうやつだね。そうですね、はい、まあ、そうですね、これは、まあ、単純にまあ子供ながら、まあ、見た目がかっこいい。わかったわかった、はい。すげえ長いよ。で、これはちなみにその後さ、そのだからいわゆるエイリアンってタクシー来ちゃうから早く着いた。誰が来たの。はい、あ、じゃあそれで A を終わったじゃん。 A は B、リュウさん、じゃあ書き込まなくていいんじゃない？え、みんなペン持ってる？書き込まなくていいって大丈夫？え、なんでだって分かってる？じゃあもういいよ、じゃあもうそのもんね。みんながみんながいや、でも私は書き込みたいから書き込む。そうね、ギガーのさっきのエイリアンのデザインって、これ SF 映画なんですよ。で、SF 映画好きの、漫画家で有名な人いて、それ鳥山明のドラゴンボール。ああ、そう、ああ、で、ドラゴンボールの、フリーザとか、ナメク星の、その建物の。十分理解できた。
ゆうさんの段階 A でしょ。みんな書き込まなきゃいけないから。いや、多分俺もっとデザインだと思うよ。いいよいいよ、何そもそもファッションから来てるからさ。あ、やっぱ分かった、そこでりゅうさんは分かった。ファッションね。ファッションだよ、多分ファッションね。ファッションのやつだ。誰ファッション、誰りゅうさん、りゅうさん、誰ファッションの。そうだね。そうだね。その当時ロンドンはキャットウォークっていう、なんていうのかな、ショーがあったんですよ。でそれはなんかこう今コレクションの第一線にいるような人たちではないアーティストが出てて、その子たちからの影響がすごい大きいんじゃないかな。何年ぐらいですか。何年ぐらいですか。2000年の前半だよ。2000年前半、うん、はい。で次 B ね。はい。あ、 B、 B、 これねすごい大事なの。一つ話させて本当に。ずっと話してるよ。あのね、ゴッホって表現主義の人なのわけ。一応一派とした表現主義っていうのが、まああれだろうな、あのマティスとか、まあ印象主義の人たちも大抵まあその表現主義の中に含まれるな、いわゆる。で、ほんで、日本では表現主義の、違った、まあまあまあ、いや、いいんだって、大体の人、会社か、日本の、需要が一番何高いのが、そういう、いわゆる表現主義なわけだな。印象がどうなんですか。いや、まあまあ、こ一緒だって。表現主義って言うと、ドイツ表現主義なの。なんかさ、ゴッホ印象派にくくっちゃうの。いや、そうです。ゴッホ印象派にくくっていいんでしょ。分かった、じゃあ印象主義って言っちゃえ、そしたら。印象主義って言っちゃう。印象派っていうのはないんだから、その言葉としては印象主義のわけなんだよ。はい、はい、だから印象主義に。誰だこいつヤンキーみたいにしてるの。印象主義からみんな入ってくるとかって分かりやすいし、絵の具ベッタ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 塗ってたら、わあ私もやりたいって思うはずだから、それはもう全然自然だと思うね。あ、うなずいてる人がね、8人ぐらい、うん、8人はいた。うん、ベッタ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 、色に単純に色彩に感動してベタベタしたいみたいなのは、それはチューブから出した絵の具のなんか光具合に反応するのと全く同じだから、それすごい自然な行動だったの。だから私はまあ普通にゴッホであった。でもこれがまあまあ日本だけだろうね。はい、でそれで次にマーク・ロスコなんだけども、ここで、ゴッホは具象画であるに対して、ロスコは抽象画であるってところが大きな分岐点です。で、これ例えばでロスコしか書いてない。別にロスコだけじゃなくて、他にもたくさんいる。いるけど、まあ例えばってところでロスコを書いてみた。で、あ、ロスコありがとう。そう、そう、こういうのね。はい。うん、あれだね。あの人、ZOZO の前澤さんと、何じゃな、この、剛力彩芽ちゃんが、ラブラブになった撮ったのです。これあ、そうなの。そう川村健の、え、なんだ、うん、現代史のゾゾの前澤さんとあやめちゃんはあれなんだよ、2人とも現代美術が好きで話があってみたいなこと言ってたけど、その現代美術が好きでって言った時に出てたインスタの写真にロスコの画集をトップに持ってきてた。だから、あやめちゃんと前澤さんは、ロスコが現代美術だと思っている。ちなみに、別にどうでもいいけど。この赤効いてるね、このロスコ。それは影の染みだ。ロスコは早くなるの。っていう、その抽象に変異するっていうのが大きい美術の段階であるってことを言えると思います。はい、次。いや、違う。あれだな、ピサちゃんのあれはもう言った。俺はいい、俺はいい。はいはいはい。で、RCM の出しについて不安になり、土管に入る知識があること。これ嘘でしょ、これ。いや、これ全部本当。絶対嘘話。嘘つきだ。いや、何にも嘘ない。一個もない。こんなの全部作り話で。全部な、全部本当。だからこれ、知識があることに気づいたの、証人。なるほど。まあこれは一つの答え方として見ているのか。歩いてていきなり気づいたわけ。
自由じゃないもうずそれでも立ち止まっちゃってあれ僕って僕なんだみたいなやつに気づいたのこの時それまではあのもう本当に自然状態で生きてたえデカルト超えたじゃんそれもう分かっただからっていう一つの考え答え方事例で、ねはい、このこれ以前はねやっぱりねその怖くて怖くて仕方なかったわけ死ぬことがだからねあのねそういうことが土管あるでしょその話知らないの土管なんてもうないわいや田舎だからあるでしょ草ちゃん家にしかないわこういうところにねすごい小さい子供しか入れないような土管にグイグイグイって入っていった怖かったのドラえもんのあれみたいな空き地があんなに長くないよ横実際に使われてる土管に入っていったわけ水が枯れてるようなはいはいはい、わかるわかるそこ隠れてた地面に入ってる、地面でしょなんだこれミステリーの水路田中隊長が入るような土管に入ってるそれ知らんけどだから水路でしょ水路田中隊長のこと知らないの知らんでもだからちゃんと調べた方がいいでも後で調べますで、そういうことやってたんだけど急に気づいたのあれここまでは自然状態でそれやってたんだけどここ小まで小1、まあ、面白いねここ小だからすごく面白いんだけどすごい面白いんだけどどうしてってこれインスピレーション研究っていうタグになるからあーその段階まあ段階といえば段階インスピレーションプロで、はい、なので、まあ、提出してもらえばいいかなって思うその辺は、はい、で、デクーニングねデクーニングっていうやつやってたねともちゃんねそうですね、はい、デクーニングあ、まあそうですこのテーマに早速ありますけど、まあ抽象画で、まあロスコとかとも同じ抽象表現主義の作家で、まあでも特徴的には一応この女シリーズというのが一番有名かな。なんかまあ、一応抽象表現主義だけど、まあ具体的な人とかがあって、どうよかったのかな。それはね、その、まあ多分、デクーニングいろいろ語れるけど、本当に単純にあんまりギーガーとかと変わらなく、見た目がぐちゃぐちゃでかっこいいっていう。割とそういう見た目なかった。あ、でもね、すっごい今回表作ってめちゃ良かったって思ってる。もうね、わかるこれ見れば。表ってそういうためなんだよね。目細そうですね。目細めて言ってた。この学校面白いですね。何回し出したよ。何回し出して。3文字。何回し出して。はいはいはい。次。ごめんね、また私から話しちゃうよ。じゃあ、リュウさんの段階 B。あ、ごめん。リュウさん、書き込むね。はい。なんかロンドンのストリートアートでしょうね。ロンドンのストリートアート。じゃあ、あれで、バンクシーで。バンクシー含むだね。まあまあでもやっぱいいよもうバンクシー でもでもやっぱバンクシーでしょバンクシーだからやっぱでも知ってもらいましょうよバンクシーはごめんなさい段階 A のバンクシーの時期を教えてもらっていいですか皆さんすいません A の方バンクシー素晴らしいですよ2005年ぐらいかなじゃあつい最近どこですかファッションのいや僕2000年ファッションは2000年だねファッションは遊んでたのミレニアムってことそうだねミレニアムね OKOK、うん、はいで、B の時期はだから2005年ぐらいね B のストリートアートが2005年ぐらいなじゃあ最近なんだねこれアベンジャーズそうだよ、あのアートに関わってなんかすごいわかりやすいこの表はいじゃあ次、C ちょっとバンクシーどれぐらい知ってますバンクシーバンクシーみんな知ってるっしょあ知ってる、ね、逆にバンクシーが知ってるあバンクシーはバンクシーすごいんだねもうすごいから、まあ、ラボ化してるチームラボ化してるでもそっかそっかバンクシーってあれかでもなるほど、なんかすごい面白いね、それなんかちょっと、うん我々の感覚と実は違う違う現代美術で言うと、やっぱり、うんねバンクシー、うんいや、知らないのかなっていう、うんね、ああ、そうだから逆に、うん、なるほどねでもわかんない、湘南の人たちは知ってると思うああ、マジで、湘南の人たちのあそれもちょっとあるかもまるでアートに対しての好きだもんね、もうね、違うからうん、でも好き、わかるわかる、だから、うんなるほど湘南は需要あるからみんな絶対移住してきた方がいいですバンクシーはいいですねだからその日本人のストリートアーティストたちとかも見るようになった、うん、OK です海外も含めてねはいはい OK ですあ分かりやすいじゃあ、次段階 C なんですけど私は田中一郎っていうやっつけメイキングっていう美術手帳わかりますか美術手帳っていうあの美術出版社か美術出版社から出てる、まあ、老舗の、まあ、美術といったら
こういうことですよっていう、まあ、美術の、なんだろうな、アニメ、今月号はアニメやつだね。だけど、まあ、そういうオタク的な観点から語るわけじゃないね。で、毎回毎回テーマが違う。まあ、その美術手帳、まあ、建築とかデザインとか、いろいろ、まあ、前は美術教育っていう回もあったね。全然呼んでくれなかったけど。で、そういう回もあった。まあ、結構いろんな角度から、まあ、そうなの。もう割と網羅してる雑誌かな。まあ、てかそれをまあ購読していけば間違いない、とりあえずは。とりあえずね、違うの。広告代理店に勤めつつ、あなたも片手までやってるっていうやつよね。そう。うん、で確か僕、電通かなんかでね、でも僕らが岡本太郎、あ、一緒だった、一緒だったね。入選した時に、彼は息子と一緒に作品作って出した。マジで？そうだったの？うん。あったね、それ。どんな作品？息子と一緒に息子の想像した絵に描いたロボットもそれを実際に浜辺に作ってそれを燃やすみたいな。あ、お前聞いてなかった。じゃあマイッキリです。マイッキリとマイッキリ。聞いてなかったら分かるけど、聞いてなかったわ。どういうことだ。ちゃんとこれマイクペリーアートで検索してたんですよ。マイクペリー。マイクペリー。これマイクペリーアートっていうの検索。やっててください。ありがとう。すごいありがとう。ないか。なかなかいいチロでしょ。インチロー君は写真のやつ以外はよく分かんないんだよ。写真のやつってマイクペリー、あ、もう次行ってる。マイクペリーどれにする？ぬいぐるみ？どれがいいかな。あ、これかって思った。でもあれかな、やっぱ鼻のやつ。でもまあいるよ、実際にはマイクケリー。いる。あ、これマイクケリー。あ、この人もこの。これマイク。鼻からケリー。マイクケリー。あ、そうだ、あのエクトプラズム。はい、じゃあエクトプラズムだよね。とか、まあいろいろこの人もいろいろな人ですけど、まあでも。なんかこのテイスト、なんつったらいいの？ P を K に変えといてね。この感じが、まあ多分画集とか見ればいろんなスタイルはあるんだけど、やっぱ一貫したぐちゃぐちゃ感とか、DIY 感があって。あの、西海岸の、あ、そうだ、西海岸、そう、それはすごい重要。アートが東海岸から西、あ、これじゃエクトプラス。そうそう、芸術がニューヨーク、だからパリが中心だったのが、戦後にニューヨークが中心になって、それの中心がマーク・ロスコとかですよ。さっきのマーク・ロスコ。で、今度は西海岸に来るんですよ。ゴーンと。ポルノ。そのヒーローの一人がマイク・ケリー。うん、で、この人、ものすごい頭がいい人なんですよ。で、カルアーツっていうカリフォルニア・アート・インスティチュートっていうところの教授をしてて、で、なんていうかな、もっとね、なんていうかな、パリとかニューヨークのアートって、エスタブリッシュメントっていう、なんていうかな、すごく綺麗なアートなんですよ。絵画と絵とかなんですよね。なんだけどこの人はもっと汚いことするのね。だからぬいぐるみを使ったりとか、あるいは家をね、トラクターで家をただ引っ張るとか、そういう活動をした人。うん、なんか日本でいうとどういう感じなんだろうね。だからマイクケリーいないんだよね。不良は不良なんだよ。ただめちゃくちゃ頭いい不良なんだよ。ニコトラミシンの人ってどう、なんあの人は知らないんだ。だからニコトラミシンのニコニコ山脈って人。そうだね。あ、片川さんね。だから、すごくな。だから、多分、その、日本で例えると、タイプとしては、マイルドヤンキー的な、いや、でも、もっと頭いい。あ、ノリはね。うん、ノリはね。まあ、あと、サブカルチャーも、そうね。そうそう。ただ、この人は、すごい僕が衝撃的だったのは、この人、最後っていうか、若かったんで、50代だったんだけど、自殺したんですよ。で、やっぱりね、こういう、ちょっと、ほんのちょっと前、もう数年前ですよね、3年ぐらい前かな。うん、これ僕、すごい衝撃だった。やっぱりマイク・ケリーは、本当に、スーパースター、俺にとってもスーパースターだから、本当に頭良くて、カルアーツっていうところで、面白いアーツとバンバン出して、過激なこともどんどんやってたんだけど、大丈夫だって。なんだけどね。でも、最後の最後に、それを、彼は頭が良かったから、やっぱ分裂したんだよね。やっぱそういうのやるのすごい苦しいんだなっていうことが、やっぱりね、僕はね、結構ショックだった。やっぱ最後までマイク・ケリーやってほしかったなと思うけど、やっぱりなんか教えをしっかりね、引き継ぎたいなっていうだからこれとかさ、エクトプラズムって言いながら、これただ、その発発して煙出してるから。いや、と見えて、これただ綿だ。綿を突っ込んだよ。あ、そうなの？そうだよ、綿だよ。勘違いしてた。次々、ね、じゃああれなの？じゃあ、白目はね。安心、安心。白目は自分でやってる。安心。これはね、大体詩はね、ここだけ真面目、僕は。だから、デッサンや油絵が真面目。美術大学でアートを学ぶ、博士
課程卒業後に美術解剖学研究室にて助手を務めるこれだってただのねただの履歴書やんこれ履歴そうそうでも、ね、ここだけあの段階でもないこのだからこれだからまあ僕だから高校生の時ぐらいにデッサンとかやっぱり始めてで大学卒業するまで、うん、美術教育ここであのバシッと受けてるわけでこれ以外は別に僕にとってのアートは本当こっちだからあ逆にね AB なんだねそうそうだから逆にっていうかだからここで、まあ、いわゆるすごくみんなが言うアートをいやおし客観的なアートを分かりますよ、まあまあ、アートヒストリーとか、うん、そういうのが分かった分かったそういう意味でのねはいはいあの前期後期みたいな感じだなこれはここで言うねインスピレーションなんかだって言うねインスピレーション研究の前期後期あこのそうですこのこの教室でいるところの前期後期らしいお前はそのやっと後期に入った後期入ったまあねこれは逆に日本の美術だから、だから、ね、芸祭とか行くようになって日本人の作家とそう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 日本人作家たちとは芸祭って2000年ぐらいじゃないのいややってたやってた2010何年か出してないでも高校生ぐらいの時に始まったからそうだねうん、でそんで作家たちに日本人の作家ってこうだよとか絵画の見方ってこうだよっていうのを教えてもらう。でも原作はみんな出さないからいいからね。いやいやもうやってない。あそうか。若いね。若い。本当だ。今ねドラえもんの変なやつ。変なって。でもあれもすごかったけどね。あれ。あ見た。もちろん。あね僕たちやったよねバイトねこの人の。私と一緒に、うん、村上隆仕事をしていました。あ、そう。かけましたあのスタジオが熱くて。あの何教科だっけ芸能人。ああ、長谷川は。違う違う、鈴木教科に、ね、あげる絵描いてた僕たち。あったね。うんプレゼントするやつ。じゃあ、あれでも、芸能人とかプレゼントしてるんだよ、ね、あの3年前に、なんだっけ、森美でやってたでしょ、村上隆さんね、大会個展、うん、あれでようやくあのアシスタントっていうか、アシスタントの会社の状況ね、ひどい、ひどいね、パワハラ、そう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 、そうそうそう、そうそうそうお前バカしねみたいなのをあのメモで送り、ファックスとかで送りつけて、こんなん全然、そうそうそう、展示で。出してた、大放出してた、うん、そうまあだからそれがあったからとりあえず社外費だったんだよね人に言っちゃいけなくて、でもだから書かされた契約書みたいな、ね、そう書かされた、それでもうね辞めるときにすごい電話が鳴り止まなかったねえ、じゃなかった、うん、もうずっと授業中もずっと電話かかってきてもうやばかったよ佐賀さん佐賀さんのあのもう手下の人だよ、うん、これこそ、まあ、スカイのそう、そのままの電話めちゃくちゃずっとかかってきた。はい、次行こう。はい。お前、関係ない。次誰？じゃあ、さ、じゃあ、もういいよ。はい。じゃあ次だ、それ以降だね。それ以降。りゅうさんの詩聞いたんだっけ？だから日本人作家で。ああ、そうか、芸祭か。だからこれ、で次か。じゃあそれ以降。はい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 。日本人作家が、時期としての太郎先生、太郎先生。で、りゅうさんこれ時期、これ書かなきゃいけないから時期、どのくらい？でも変わらないかな、ワンクシーの学校。ああ、2000、同時ぐらい。同時期ね、2005って書いちゃうじゃんね、2005だって。はい、で、次、ね、それ以降なんだけども、これ、岡本太郎バサミって言って、ここで挟む。本当だ、今気づいた。みんな気がついてないかもしれないけど、これは通称、岡本太郎バサミって言います。で、これは岡本太郎が憑依した1回目のパンのだから一番上のねバンズのこの上の部分は、岡本太郎が私に憑依したこれは絶対にちょっとよくわかんないあのね、あるさ、友達とさ、アトリエの近くで話してたの、今日の芸術について誰それがどう、作家に所属してどうだらこうだらっていう話をしていたんだなね、福ちゃん福ちゃんとニャオと話してたんだよ、私はあ、そうだちなみにあの福島よしこさんっていうアーティストの方です。
青い服着て顔隠そうとしてる。あ、どうもギャラリーももさんの所属さんたち、すごい多作で知られる。あ、ももさんなんだ。よしこさんです。よろしくお願いします。はい。で、まあその後大久保直美っていう、まあ、同じくももの作家でにゃおだね。にゃお、通称にゃおって言うんですけど、まあインスタとかに出てるんですね。大久保直美ちょっと難しい字書くけど、まあそのまあ福ちゃんとにゃおと最近のギャラリーについてとか、まあ多分ももの話だったんだな。2人集まってたから、2人集まって多分もものね、あの内部関係の話とか多分知ってたのか分かんないけど、でそこで、聞いてた。私はだって所属してないわけだから、あのうん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 って聞いてたわけ。そしたら急にね、あの私のね、あの背中からね、岡本太郎が無理つったちょっとよく分かんないその瞬間にずっと聞いてたの。あの立ち話だったの、3人で20分ぐらい立ち話してた。したらなんかうずうず、ずっとうずうずしてきちゃって、うず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 ってしてきて、そしたらいきなり走ってアトリエに行って書いたようなんだけど、うっちもうわからないちっていうのがあって、それはあの男の子が鼻ほじってるんだけど、黒人の男の子が。でまあそれがね、ワンダーウォールに落選するし、まあ、いいんですけど岡本太郎が憑依したのに落選したのしかもワンダーボールワンダーボール私も一緒にだって搬入しに行ったじゃん、福ちゃんと3人で、はい、行ったんで、俺も行ったの、はい、僕も覚えて覚えてる、その絵も覚えてるし、うん、あのその絵にね、もう僕っちもうわからないっていう書いてあった書いてあって、それでその時にあの篠田太郎さんっているじゃないですか、うん、今その芸大の教授かな、うん、で太郎じゃないですか。でもなんか太郎先生が太郎先生ってずっと言ってて篠田さん自分のことを言われてると思っててで幸せな感じがしてた。それでいいの副産物を作ってた。ちなみに私あの卒業してからロンドンに留学しようと思って、篠田太郎ね、あのアーティスト現代も本当に芸大の、はい、教授ってもうすごいね、大先輩ですよね。でその篠田さんに推薦書書いてもらっちゃった。だけどあの出そうとした、まあいろいろあって出せなかった。宗教ねあってね、なんか怖かったな。はい、じゃあ今そういう感じでなんかね、今子供に聞いたんだけどね、子供に聞いたんだけど、なんかね先生いつもと違う。え、興奮してんの、興奮してんの。いやそれはね、さんまさんみたいなもんだから伝わる。どこ行ったんだよ、回さなきゃ。なんでスタちゃんさ、ちょっとこっそりさ調査してんの。えじゃあトイレ行ってきたんだよ。こっそり聞いたの、先生いつもこんな感じ。違う違う違う、別にそうは聞いてないよ。楽しいって聞いた。楽しいって聞いた、誰。誰でも、それよくないわ。はい、次行こう、次行こう。バウハーストルコビジュラ。ああ、ごめんね。あ、バウハーストルコビジュラ。これはあの私の中で倫理と福祉って名付けてる。バウハーストルコビジュラ、倫理と福祉って名付けてて、これはあの太郎先生生活をすることは不可能ね、人は。太郎先生で生活すること。そう、これはあのサボアちゃんちね。サボアちゃんち。友達かよ。これはあの下がフィルティ建築になっていて、ここでけあの近代建築 の、 あの5原則をこれで全部あの網羅する完成形なの。これはあの横長 の、この横一列の窓、連続窓っていうのと、あと屋上庭園と、これのこの写真だと分かんないけど、あの屋上に、ま、庭園があって、ま、何の変哲もないコンクリート打ちっぱなしの庭園なんだけど、でそれで、自由な立面図と自由な平面図っていうのが、まあ、あの近代建築の5原則で、それが全部完成形になったのがこのサボア邸っていう邸宅なの。そうで、あでも住みづらかったらしいんだけども、でこのコルビジェのまあなんていうか、その理念、その5原則の理念っていうのはあの非常に合理的なわけ。でもこの話はあのしないで、今はじゃあ次、バウハウス
あ、バウハウス、バウハウスは一応アートとデザインの統合でしょ。つまりは倫理観とか福祉観とあと芸術というもっと野蛮で野獣的な部分を統合しようって言ったんで、まあ、結局まあカンディンスキーとかになっちゃうから、まあ、当時はね、まあ、そんなに全、まあ、その当時の全員ではあるけども、まあでもそれでもやり口としてはすごい素晴らしいと思ったバウハウスは。だからバウハウスはここのモデルになってます。このコッテの学校のモデルは、一応バウハウスです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、はい、トムちゃん、トムちゃん、トムちゃん、はい、最近、あ、これ、エビスさんで、まあ、エビスさんプラス、まあ、誰か、まあ、根本さんでもいいんですけど、まあ、あと、そうですね。エビスさんじゃ出ます。まあ、エビス吉田さん。まあ、多分みんなテレビの印象が強いんですけど。マジでいいよね。初期の、あ、ね、顔しか出てない。漫画のね。まあ、漫画って言えてるんです。あ、でも、これだね。あ、まあ、ちょっとだいぶ最近なんですけど。ちょっと待って、まあ、漫画って入れてみて。ちょっと吉勝の後にさ、漫画って言って、で私も調べて、漫画って言って、そうするとね、これさ、パチンコっていいよね。あ、そうだ、これ多分初期とか最初かな、うん、で、そうですね、これも だいぶ蛭子さんの本当すごい残虐な話で、ナンセンスなんです。で、蛭子さんはどうかな。あ、そうですね、これも影響というか、大学の時ぐらいですかね。そうですね、まあ、あと根本さんだったり、うん、まあ、この柘植さんだったり、さっきの表に戻ってもらっていいですか。これ、そうです、これも見て、テールと同じで、ここ蛭子さんで、ここ水木しげるで、これ、ガロバサミっていうやつで、アートガロ挟んでる。すぐ飲みます。で、僕んちの本棚もこうなってます、ね、上に水木しげる。あ、マジで？そしたらいいですね、声挟んで。わかる、本棚ってさ、そうなるよね。わかるわかる、なるなる。わかる、すごいわかる。以上です。え、ガロバだね。あ、ガロ、ガロっていう。雑誌のガロ。ガロバさんね。はいはいはい。そうです、はい。雑誌のガロバさん。で、まあ、あと、そうです、あと、前の今、赤瀬川さんとか、そのぐらいでしょ。赤瀬川家って私と同じ誕生日になるわ。あ、そうなの。いらねえなと思って。同じ資質を持ってる。そう。あ、でもまあまあ。3月27日だから。あ、そういう。よろしく。トモちゃん誰と一緒？俺ね、サイバーに。私、マライア・キャリーとも一緒だから。あ、そう。誰？マライア・キャリー。アルシン誰？アルシンは誰と一緒？いや、いないよ。いるよ。誰かいるっしょ。お誕生日図鑑。俺オードリー・ヘプバーンと一緒だよ。あ、じゃあその表を作っとけばよかったね。あ、確かにね。ね、お誕生日。いらねえよその表。絶対いるし。びっくりした。ミレさんは誰と一緒？いや全然わかんない。知らない。知らない。じゃあもう最後、アルシン。アルシン。最後の段階。あ、だから、これはちょっと、ここはちょっと、現在だから、そのまだ、あ、でちょっと、最後にある種、締めだな、それ。わかんないから、締めだ。まあ、とりあえず、だから、今の状態、だから、そう、だから、SNS、SNS、あ、ソーシャルメディアに歴々しつつも人類の行く末について案じている。古代とポスト、非ユーマ。非、ごめん。やつだから、古代とポストヒューマンっていうのは、これはもう僕がいつも作品を作るときに、やってる、まあ、コンセプトだから、現在っていうことを考えるときに過去と未来を考えなかったら現在説明できないよねってやつで、それをもっと拡張して、もう古代っていうか人類の一番初めと今後で、近未来とかじゃなくてもうすごく未来だから、我々が人間超未来、超過去と超未来で超現在を説明するってこと。で、それはもうだから、僕らが今その DNA 由来の身体をこう有しているけれども、もうそうじゃなくなる時代に、あと何十年後かに突入し始めるでしょう。で、そうなった時にアートってどうなるのっていう興味からやれる。マイクロチップ入れてんの？ん？マイクロチップは入れてない。でも入れれるよね。
入れますかって言われたよ。ケロピーさん、すごい誘われたけど入れなかったよ。まだまだ早いだろ。あそこでやってんの？ん？あそこ？うん、誠実ってやって別にどこでやってくれる人が来るの。だからそれももちろん勝手にやったらさ、その医者じゃなかったらその違法だけど、でもやってくれる。一応。だから本当は今できる技術としてはだからあのスイカだよね。そうね。ピッてやつはできる。皮膚の中に。ああ入れ、入れてないよね。入れてない。入れてない。入れますかって言われてる。だから、飲み放題だったら入れるな。だよね、だから。乗り放だったら絶対入れる。JR 乗り放だったら絶対入れる。だから、だからハッキングできないと嫌だよね。いや、ていうか、本当はもっと簡単なんだよ。顔認証なんだよ。顔認証でパッと取る。うん、そうなんだ。まあ、まだそういう感じ。いや、うちも。これはそういう感じだから、それ以降は。まあでもそうだよね。ある種の作品だよね。作品自分の作品の話してる。作品についてと今のこの心境。だからもうそう、この SNS どうにかならんかなっていう。それはな、何をどうにかするの？え？もう次のやつ言って。だから、何が問題なの？例えばさ、僕らはさ、インターネットというものがない時代からインターネットができて、で今現在までこう変遷を知ってるじゃん。もう次の段階行ってっていう。ああ、まあだから、あの、私たちの世代は、うん、その変異を見てきてる世代だよね。そう。だからもう次行こうって言うやつ。まあ、まあ、それもこの細かく言わなくていいんで、全然これで。ジェイさんに聞こう、ジェイさんに。うん。別にないんだよな、現在。あ、でも航空機は面白いな、チンポンもそうだし。高校級あとキャンサー、あとキャンサー、じゃあキャンサー、高校級でもキャンサーはいいサッカー集まってると思うよ。すごいキャンサーっていうのは僕と彼とがそこに斎藤にお猫の広い人いるんですよ。そんなことないよ。いやでもあんまりないその隣にその隣にカメラの持ってる人がもっと広い人知ってるよ。隣のカメラの人があの我々のポートレート撮ってくれて僕の写真撮ってくれてるあのそこにアップされてそこに、ね、写真撮ってくれた安倍さんですっていう集団がいて、それキャンサーって言うんですけど、キャンサーいつか過ぎてんじゃん、ずっと聞こうと思ってたの。まあそれのメンバー、早くやれよお前。いや、死んでる、死んでる、死んでるぞ。あいつら大丈夫なんですよこいつら。そうだな、すごい舐めない。今キャンサーは3人いるの、うん、ここに3人、あと3人いるから、あと3人か、6全部0。いや、7ね。だから見に行くからさ、ほんと分かった、分かった、分かった、分かった。で、まあまあいいや、ね、で、まあそういう感じか。そだよね。で、終わったよ、終わったよ。はい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 、はい、そしたらちょっと巻き巻きで話させてほしいんだけど、質疑応答じゃん。泣いた絵はもうじゃあいいの、スルーして、うん、スルーね、分かった、質疑応答。泣いた絵はもう表裏が通り読み方通り、すごいみんなサボってるじゃん。違うよ、あれサボってるんじゃなくて、はい、泣かねえもんだって。ほら何？絵見て泣くって何？俺もない。これすごい大事なコンテンツだから。じゃあ僕はじゃあ僕はこれ嘘つきました、泣いてないわ。ふざけんなよ。だけど本当に泣いた作品もある。ただ、僕、これは僕がやっぱり影響を受けた好きな作家なんです。そういうことは分かる。だけど、僕はあの作品を見て泣いたことあるんです。でもそれ別に好きな作家でも何でもないんです。その、分けるのか。ダレン・アーモンド。ダレン・アーモンド。ブリティッシュ、なんだっけ、ヤング。YBA。YBA。ヤング・ブリティッシュ・アーモンド。の、人たちの一人で、まあいい作家なんですけど、で、何の気なしに 見たんです、その人の作品を。それはどういう作品かっていうと、モニターが床に斜めに立てかけてあって、で、おそらく YouTube とかから引っ張ってきたような古くて荒い画像での映像なんです。で、それは、なんか、年老いた夫婦、言うか、老夫男性女性が社交ダンスずっとしてるんですよ。で、音楽がその、それに当てられてて、
チャコダンスの曲じゃないって、それはエーフェクスツインの、その短い曲なんです。で、それ当てられてるだけなんです。それ見てたら、全くなぜ泣いたのかも自分ではわからないんですけど、涙がボロボロ出てきたんです。なんでボロボロ？それ、でも、その自分に何されたかもわかんないし、その作品に何も分析できてない。何も分析できてない。で別にその誰でもダレアモンドってすごいんだ、すごいのかもしれないなっていうことしかわからなかった。で今もわからないです。っていうのは本当に泣いた、ガチ泣きした。これさ、この質問を出すってことは後藤自体はだからなんか言いたいことあるいっぱいあるってことでしょ。そう。え、話していいの？いいよ。すごい本当話してる。これは昔テル君にもなんか話したけど、アンソール、ジェームス・アンソールっていう仮面ばかりを描いている。雑貨屋商店なんだな、家が、実家っていうか。で、そういうところで育ってて、めちゃくちゃ気持ち悪い仮面の土産物店か。土産物店営んでいるベルギーの画家なんだけども、あ、営んでるのは違う、両親ね。で、それで、こういう、もう、ね、こういうのばっかなんだ、基本。あ、これいい。これはもう、ほんと、このテンションだから、常に。だけど、1枚だけアンソール、1枚だけ、だからこっちが好きとか、そういうことじゃない。で、この絵も別に、泣いた絵イコール好きな絵ではないから。好きではない、決して。あと、そのアートの段階もちなみに全部好きではないから。全部。好きな作家とかいないから、私。で、このアンソールのフランドル通りの群落体っていう絵が、あった！あ、違う、それじゃない、群落体。フランドル通りの群落体っていうね。どれ？ないない、普通に探してもね、フランドル通りの群落体ってやんないとね、出てこないの。これはね、人が悲しんでいる様子を描いているのかな。でもその悲しんでいる人も自分が悲しいってことに気がついていない。それがやっぱりすごくない。カーニバルというか、カーニバルの様子を描いていて、なんだろうな、通りのね、2、3回ぐらいから下を、あったこれ違う、その下、その下のその右、それ、これ、右、それ、これ、ここを、ちょっとなんか、実はね、ここの最前列の人がいるんだけど、これ美術室で見た、高3の美術室。どういったらこの子の人に行かれるのか全然わからない。最前列。あ、てか、損保所、東郷選手美術室が持ってるんだ。うん。っていうわけではない。私、ただ画集泣きしてるだけ。実際に。しょうがない。これそのまま出しとくしかないから。これ出しといて。これね、で、この辺の人のことそう、このね、それ出ないんですよ。それあんま変わんない出ない、うん、そう、変わんないんですよ。うん、で、その最前列の人の顔っていうのがあって、ちょっと若干クローズアップしてそう、あんまりわかんないけど、これそう、この最前列の人の全員表情がついてる。これみんな見てほしい。表情がある。こんなにさ、いっぱいさ、いてさ、最前列の人の表情があるね。なんかそれ見て、もう美術室で高3のね、シーンをどうしようかなって時に、うーってなっちゃって。で、次に、ムンクの太陽ね。ムンクの太陽も全く同じ状態、美術室で、結構、ちょっと盛ったかな。ムンクって顔ね、太陽っていうオスロー、ノルウェーのオスロ大学行動のための行動に、壁画がそのための注文された太陽っていう壁画なんだけど、ムンクの。これでも、感動的です。あ、これか。そう、この有名な。これはいいよね。いいよね。これはいいですよ。あ、ちょっとどういい？そうちゃん。どういい？え、これあれじゃ行動なんだっけ、これなんかマクかなんかに書いてんじゃなかったっけ、違ったっけ。いや、ムンクはいいじゃん。ムンクはめちゃくちゃいいんだ。ムンクはいい。で、てかムンク女性とか書いてるのもいいんだよ。女の子書いてるのが好きじゃん。全部いいじゃん、ムンクは。で、ムンクって普段からすごいその悲しみとか死とか嫉妬とかそういうその人間関係に対する複雑な、なんかていうか、かなり落ち込むレベルのことが動機になって作品化するタイプの人なの。
で、あの常にそういったマイナス要因の、絵がもうほとんどなんだけども、だからそれはやっぱ描かずにいられないっていう状態なので、うん、それなのにたった一つ太陽だけ、だから私はあのハピネスの人だから、だからあのその作家の一筋の光っていう、いや上の方にあって、あ、違った、え、違う違う、じゃなくて上の方に俺結構いいの好きなの。え、何探してんの。いや、いいよいいよ。いや、なんかベッドに座ってる、思春期、あああれ、あのクソエロいやつ、影が、あれはすごいよね。いや、ムンクに影響を受けてる現代作家はめちゃくちゃ多いと、みんなムンクみたいな書き方してるの。本当かよ。え、あれ思春期ってやつ、思春期今言っちゃえばね、割とともちゃんみたいな。あ、これね、これはすごいよね。でもこれムンクっぽい感じではないよね。いや、これムンク、これぞ、これぞムンク、これムンクの形式まだ定まってないでしょ。そんなことない、うん、そう、これ完全にそう。今ムンクの影見て、影見て、影見て、これはすげえ、これは描けないね。これはいい作品らしいですよ、皆さん。これは描けない。じゃあ、ムンクはムンクがいないけどね。小西さんとかそういう書き方こういうのが分かってた人なんじゃないかな、うん、っていう感じなんですよ。まあ、こういう感じで、まあ、サム・フランシスはまあ単純に現代美術館で大きい絵を見て、の大きい大きい絵っていいなってやつか。そうだね、そこにだってさ、あの自分からわざわざ能動的に行かなくてもさ、あの向こうから絵が来てくれるじゃん。あ、でかい、でかいってだけでさ、あのこのお部屋においでみたいな。あのジャボニカメンバーに坂上ってやつがいて、サムフランシステムどうだったっつったら、今日原さんってやつがいて、なんかいつ、なんかあの、あ、ちょっと図を、サムフランシス、サムフランシスのどのタイプだっけ、どれだろう、いろいろあるよね、厳密にな、厳密に、うん、どのタイプ、もっと、あれ、代表的なやつ、サムフランシスって日本が好きなんだよね、そう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 、ジャボニカ、奥さんが、うん、で、息子が、あの、フランシス・シンゴっていう。あ、そうそう、このタイプの絵がいっぱいあって、坂上これ見て、あ、こいついつまで端っこばっかり出てないって言って、いつになったら画面の真ん中で、なんで、出てんだって、マジ切れしてました。いい話。いや、すごいいい話。いい話。まあ、ようやく今日、サー君の話聞けた。嬉しいなぁ。サー君今日、どんな名前や。それでそんな感じかな。モーリス・ルイスは、あのこの前ちょっとね、あの話したんですけど、モーリス・ルイスは、専業主婦、男性だけど専業主婦で、奥さんが働きに来てくれて、で、その間、まあ、ダイニングルームにしか絵を描く場所がなくて、で、そのダイニングルームで、制作を日中にあるので、夕方奥さんが帰ってくるまでの間、制作タイムなんだけど、奥さんに朝行ってらっしゃいって言って手振って、その後制作するだろうと、で制作をしているってことは事実なんだけども、奥さん帰ってくると、あの綺麗さっぱり朝のまんまだから片付けられてるっていうエピソードがあって、だから、まあ、ルイス の、 あの制作中の状況を見ているもの人がいないっていう話で、これ泣ける、そこ、うん、おいおい泣いた。あ、そう。こればっかりは多いじゃないですか。あ、そのエピソード。そのエピソード。だから、どれだけそのアーティスト活動をするのに、まあ、その配偶者というか、パートナーというかに、すごく気を使っているかっていうところに、ものすごく泣けるポイントがあって、っていうところでした。はい。じゃあ、アルシンは特にここ泣いたのは入ってないってことだね。アルシンはね、泣いてないよ、泣いてないんだ、影響を受けた作家、あ、やばい、あ、でもね、最トンビは、アートの段階で描けなかったやつを泣いた絵に入れたんだ、そういうことか。いや、でもね、例えばね、サイトムリーって、もともと、もともとすごい好きなんだけど、これサラサライブって言ってもらったね、うん、サラサライブ、あと10分ぐらい食べなきゃ、うん、それすごいいいやつかな、うん、これ楽しみ、例えばね、もともと好きだけど、うん、たまたま美術館行ったらあったわけ、そしてやっぱ釘付けになっちゃって、僕だからこういきなり好きなさ、うん、
作家の作品があったから、まあ、トムリンのごめんあのドローイング、それとも写真、いや、トムリンってドローイング、ドローイングペインティング、まあ、ドローイングでありペインティングなんだ、だからすごい貧しかったから彼は、だからクレヨンとペンキ、ペインティングの方にペンキと鉛筆、そっちの、あ、分かる、それはもう分かる、それでそのやっぱりあの腰が砕けたっていうか、あのクタクタクタってなっちゃって、うん、その絵の前からもう一切動けなくなっちゃった、泣いてはないけど、まあ、それに近い、うん、分かる、あ、よく分かんないけど、その平常の状態と違う状態になってしまう。サイトンブリ知ってる人って9月合唱買ってたよね。これは本当におすすめの作家ですよ。これはおすすめの作家ですよ。で、やっぱり次はやっぱりこれは大学時代にすごい好きだったのがヨゼットボーイですね。なんかやってたね、うん、で、やっぱりすごい影響受けてる。で、なんか彼はもう最終的には大学も作った、自由国際大学っていう。さっちゃん、帰ろうとしてるの？あれ？寒いね。寒い。寒いだって。私、暑いよ。で、この、まあ、だから ここに並んでるのすごい、ここまではすごいおすすめですよ、終盤にまではね。これは、あの元、ビョーク。あの、歌姫のビョーク。ビョークの旦那ですよ。で、ビョーク。あ、分かれた。あ、そうなんだ。うん。ちょ、ちょ、そうです。で、うん、この人の映像作品すごい素晴らしいので、今の企画があったら見てください。クレマスター、まあ、クレマスターとか、とか高速のドローイングとかね。うんうん、高速のドローイングとか、うん、あの、ちなみに、リョークとの結婚について作った映像があって、それは、高速のドローイングじゃない、うん、で、このね、ヨナタン・メーゼっていうのは、好きなんだけど、これはおすすめしない。これ行かれてるから、うん、ガーズのダンスの人がさ、くさぶれちゃってます。めちゃくちゃ、やっぱりだからこれもやっぱたまたま あのあったんだよね、横浜トレーナーに行ったらパフォーマンスしてて、うん、うん、本当にトモちゃん知ってる？いや知ってる、知ってる、ドイツ人で一番テイスト近いのよ、またメイズ、うん、まあ、テイストが一番暴れん坊っていうか、そうしたら、ちょっとさっきのアリシンのパフォーマンスについてちょっと話したいなって思ってて、どう思った？リュウさん、やってるんだよ。何ですか？リュウさん見てた？見てない。何ですか？だって寝てたもんだって酔っ払って意識あったと思った。あ、でも、ね、でも何が言いたいのかは一発目の試合で分かったし、あ、この感じの人ね、分かったけど、でもなんか既視感は俺の中ではあるので、でこれ2回目なの、うん、もう今アルシンのパフォーマンスの話をちょっとさして、ちょっと質疑応答にも入ろうよ、はい、どうだったかとかさ、はい、じゃあ、ね、すごいすごい、ちゃん、質問なんかあればとか、まあ、示した方がいいのかな、なんかあんまり手挙げるない、でも手挙げる人たちいるから大丈夫、あ、じゃあお願いします。そう、ちょっと質問ある人いますか？もう何でも今の話の中で聞いておきたいなっていうこととか、あ、な、感想とかでもいいです、さっきの。じゃあ、テルミ先生じゃ指名を。指名しちゃっていいの？じゃあ、そしたら、りょうこさんに聞きたいな。りょうこさんいる？あ、りょうこさんいただいた。じゃあ、ちょっとりょうこさん、マイク渡しますね。なんで？なんで？ちゃんと意見言う人じゃないですか。あ、なんで？すごい。りょうこですって。これありだ。話とかの話の中で、今のアートっていうのがすごい薄っぺらいものだっていうようなおっしゃっているような印象を受けたんですけれど、その後に頭がいいっていうことがやっぱ尊敬に値してすごい偉いっていうような、そういうセリフをおっしゃってましたが、頭がいいってどういうことなんですか？あの、僕ね、すごいちょっと厳しい答えしますね、はい、すいません、厳しく答えると頭がいいっていうことがどういうことか分からなくなったっていうことが現代の状況だと僕思ってるのね。で、例えばね、大学とかに行ってね、こう、もう教授とか見たらさ、あの、僕とかも衝撃を受けた教授って 何人かいるんですよ。で、あー、なりてえなーみたいな、でもなれないなーみたいな、そういう感じ。あと、僕大学に入ってカントとか言って読んでね、で、カントとか読んだら、こりゃ俺ダメだなって思うんですよ。だから自分が考えてきたことの答えが全部書いてあるわけですよね。
でそういうことを僕はだからカントとかが頭がいいやつって感じ、僕の感じで言うと。で、その凄さっていうのは、なんていうかな、やっぱ共有なんかね、分かる分からないっていうよりもそういうもんなんだっていうことなんだよな、やっぱ彼らが世界を作ってきたし今の、うん、っていうことをやっぱ認めた上で、じゃあ我々は次何をやるのかっていうことを考えなきゃいけないんだけど、でも純粋に自分がやりたいものをやるんですっていう風になった時にね、じゃあ例えば高校生とか、僕が高校の時代だってね、高校の時にねやりたいことをやるっていうのできたと思いますよ。でも僕は全然その時面白いことできなかったと思う、多分。でそれはやっぱりものを知らなかったからですよ。で当時僕は自分が考えてて面白いと思ってたことはあるけど、それは後々なんていうかな、何っていうか、要するにね、それってね、何が面白いのか分からないんです、若い時って知識じゃないと何が新しいかも分からないんですよね、うん、だから全く、だからそれこそカントが言ったことと同じことを言ってもカントより正確には僕は言えないから、でそうじゃない、それ引き受けた上で何を言うかっていう作業をが、まあ、人類の歴史だと思うし、それこそが教養だと思うので、僕はそういう意味で頭がいいって言って、でそういうものをに対するリスペクトがない状態でアートをやると、それはもう全然面白くないものしかできないよっていうのが僕の感覚で、それが僕が今の学生たちに受けていることだけから感じることだけれども、ただね、面白い作家の割合は実は変わらないです。面白い、本当に残る作家の割合はどの時代も変わらない。今も変わってない。ただ、なんていうかな、そこのレベルは変わったなと思う。芸大の。東京芸大の、でもトップですよね。だから日本のトップの芸術家の一番そこのレベルはやっぱり。そうだからじゃない？まあもちろんそれもあると思う。だから倍率も下がってるっていうこともあると思うけど、やっぱりそこはちょっと下がったなっていう感じはする。でね、少子化とかっていうよりもね、僕やっぱりね、僕が言ってることってね、単純に抑圧しろっていうことなんですよ。権力に従えって言ってるんです、僕。だから、っていうことなんですよ。でもあるわけ。で、そういうふうに聞こえるのもすごい。てか僕そういうふうに言ってるからね。だから、やっぱ強い抑圧の上で、そこに対抗するっていうタイプの、僕はすごい古いタイプの人間だから、多様性とかもちろん認めますよ。ただ何でもいいってわけじゃなくて、やっぱ美術って勝負の世界でもあるので、誰が残るかっていう勝負しなきゃいけないから、やっぱりそこは判断、一つずつ価値を判断していくっていう、そういう作業にさらされるっていうことに競争してるんだっていう意識が低いっていうことについては、僕はすごくあまり良くないんじゃないかなっていうか、そういう人が入ってきたらなんていうかな、すぐにひねりつぶされて終わるし、やっぱり状況は悪くなっちゃうので、切磋琢磨する必要があるんじゃないかなっていうふうに思ってるっていうことですね、僕は。そう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 、それも一緒ですね。ラーメン激戦、まあそんな感じです。感じです。ラーメン激戦。切磋琢磨しようねって感じだけど、ようこさんどうですか？そんな感じで。まず答えになってたでしょうか。はい。他に質問、私したい、自分したいっていう人います？いない、ね、いない、ね、いなかったら指名しちゃうよ。いいの？あ、でも指名し、あ、くがっち、質問してくれんの？いや、チャンスで。お願いします。安心です。あ、もうちょっと大きい声で。あれ、マイク入ってない？マイク入ってないかな。まあ、聞こえる。縄文が好きだって言ったんです。好きなんですか？縄文？うん。あ、縄文好きです。それ、うん。縄文。縄文が好きな理由はすごくいろいろあります。で、なんかその、まず、その縄文土器とか土偶とかの、フォルムと、その表面に、施されているそのパターンがまず好きだということと、そのなんで好きなのかっていうのは、
やっぱりその自分 の、その DNA 的なルーツを考えたときに、まあ、で僕実際調べたんですよ、DNA、自分の DNA を調べてもらう。鑑定キットやったの？鑑定キットやって、で、父方はやっぱり縄文でした。で母方は、数千年前に入ってきた、韓国っていうか、まあ、その関係だと、韓国っていうか、その母方のミトコンドリア DNA のアプログループが近いのは、台湾とか、河南の、原住民の人たち で、その原住民の人たちって結局やっぱり縄文的な文化をすごく最近まで保持していた人たち、うんうん、でやっぱり縄文のもやっぱりアイヌに引き継がれているし、で僕その生まれ長野なんですけど、長でその諏訪っていう地域がそのご先祖様の地域なんですけど、やっぱりそこにやっぱり縄文的な文化が今も残ってるんです。だから一番初めに縄文土器とか見たときに、ログ見たときにすごくこうシンパシーを感じたんです。でそれはおそらくそういうその DNA というかそういうものもあるのかなっていうふうに思っていて、で、うん、まあ作品もそういう縄文のパターンを利用した作品を作っています。僕はその体に全身にタトゥーが入ってるんですけど、それも縄文土器あるいは道具のスパイラルを基調としたパターンをもう一回こうデザインし直したものを入れています。そうで、それと やっぱり縄文って狩猟採集生活じゃないですか。で、僕らがこのと、まあ、今都市空間でこのような生活をしてするという時に、まあ、ストレスがあったじゃないですか。でそれのを緩和する方法として、やっぱりそういうものに少しだけその日常生活の中でもうそのテンポラリーでもいいので回帰するっていう瞬間があったら、実はバランス僕たち取れるんじゃないかなっていうふうに思って、だから、そういうことを考えてます。でだから僕の場合は例えばそういう土偶を作ったりとか、あるいは黒曜石を割るっていう、その、何時って言うの、まあ、生石は、惰性石はね、惰性石がそのフリートナッピングっていう、世界各国で同じやり方してるんです。もちろん縄文もそうですし、北欧も同じやり方してるし、そのネイティブアメリカの人たちも同じやり方してるし、石は違うんですけど、クヨセキじゃないんですけど、こうそこにね、鹿の角があるんですけど、それとか石とかを使ってこうパーンって割るんです。で大体同じようなところを作るんです。それを、まあ、だから仕事して家帰ってきて、それをやる場所に行って、その、まあ、手頃な石を集めておいて、それでパンってこうやって、なんかそういう、尖った石油弾を作るみたいなことをやってたりとかするんですけど、すごい癒されるんですよ、それをやると。なるほどね。で、なんかそういう、なんか使えるんじゃないかなって思っていて、それは僕が作品を作るということにおいても使えるし、というよりかは、さっき説明したように、まあ、普通の仕事をしている人たちがその帰ってきて、何かそういうもともと自分がもともと有している、DNA の、 その、まあ、だから過去ですよね、過去と触れるような何かをすることによって何かが起こるんじゃないかっていう、このストレスを緩和するとか、そう単純に言うとストレスを、何かにその触れてるはずなんですかっていうようなそのイメージを持っているので好きなんです。OK ですか？うん。あ、シュウさん、じゃあちょっとマイク回す。ああ、もう回ってる。はい。新さんに質問なんですけど、まあ、このようなパフォーマンスをして、まあ、布作りというか、まあ、ちょっと私の考えで、そのビジネスを全く無視してやっているんだっていうのと、まあ、このパフォーマンスを通して、まあ、ビジネスを成立していくんだっていうと、どういう考えでやっているのかっていうのが、
はい、で本当は、これをお伺いになった方がいいと思いますね。もちろんそう思いますけど、でもやってる時はそういうものを一切介在しないですね。そのまあ、経済っていう言葉って広いその定義というか、その広い意味があるじゃないですか。で経済ということに関しては関係あるんじゃないかなと思いますが、例えばさ、ここで作ったものをもうダイレクトに何か売るとかっていう、単純な図式はその持てないんです。リュウさんに行くのですか。経済経済でいろいろ広い意味あるじゃないですか。事後の話でしょ、作った後の話。もうちょっと現象的なのが、オリコスの話をしてる、まあね、まあ、経済っていうのは、その、人が生きるために必要ないろいろと、その、交換ですよね。そうだよね、交換。交換です、うん。っていうことは関係あるのではないかなと思いますが、実際に、だからここでできたものを、この、こういうオブジェクトをあのアートピースとして売るっていうことは作ってるときは考えないです。ただそれ以外のときはこれをどうにかしようかなっていうふうには思いますよ。うん、事後的に。うん、ちょっと最近はペインティングがよく分かんなくなってきてるっていうところがすごく多くて、まあ、デッドペインティングだと言われて、新しいものが生まれないっていう中で作家を生み出すものの新しさを見つける、まあ、見つけた時がすごい面白いですけど、で、すごいわ、私の作品買ったことないね。ないですね、ないですね。一回ありますよ。売れないか、家にめちゃめちゃありますなんか何個か10年分ぐらいあります。引き取ってもらえる。それ売ろうか。すごいいいやつあります。いやいや、おかしいだろ。みんなで売ろうか、それね。売ろうよ、みんなで売ろう。これとかもね。え、そういう回だったの。いやー、まあまあ、そういう旅じゃないけど。あ、これがさっき、あのこれガラス割って。なんかね、僕ちょっといい。結構面白い話。アルシンがね、まあ、軽く 話しますよ。アルシンがね、さっきあのその石っていう話をしましたけどね。石ってどこから出てくるかってこと。石って経済的ですかね。うん、そう。だから昔の経済という話なんです。でね、というかね、じゃあね、あの我々の石油ってね、石油って一番金取るでしょ、うん、あれって経済的ですかね、そ本来、うん。っていうことなんです。我々が考えてるのはそういうことです。ファインアートってそういうことを考えるんですよ。つまりね、あのね、それはこういうふうこういう言葉で言われてるんだけど、ギフトって言われてるんですね。贈与って言われてるんです。贈与っていうのは、交換とは、別の交換形式なんです。経済、いわゆるお金とは別の交換形式なんです。で、だから、あと石油なんていうのは、ね、太陽にね、我々お返し何かできますか。太陽って圧倒的な贈与としてあるわけです。我々はそれに太陽に何ができるかっていうことを考えるのがアートですよ。簡単に言うと。僕はそういうふうに思ってる。で、あるいは、別の言い方をするとね、僕はマルクスが好きだからね、お金っていうのはね、実はね、我々はもう本当に全然分かってないわけ。お金ってとっても不思議なもんなんですよ。マルクス好きだったの初めて知った。マルクスめちゃくちゃ僕より好きなんですよ。で、マルクス超影響を受けてて、で、マルクスってね、こういう比喩を使うんですね。お金って何かっていうふうに言うんですよ。お金っていろんな、何でも交換できますよね。何でも交換できる物理的なあの紙幣ですよね。で、それってどういうことかっていうとね、動物っていう言葉があるでしょ、動物。動物っていう言葉の中にはいろんな動物が含まれますよね。それとお金と同じようなものなんですよ。お金っていうことによってあらゆるものと交換できる。動物っていうものはあらゆる動物を含んでますよね。でもね、我々考えてみてくださいよ。動物ってやつ歩いてますか。動物っていうもの見たことありますか。ないですよね。動物ってやつないですよね。物理的にないんですよ。でもお金の場合はその動物っていうものがお金っていう、金っていう形で抽象化されたものとして現実になってるんですね。で、これをマルクスは阻害って呼んだんですよ。我々と関係ない。我々の交換形式からお金っていうものは全く浮いたものとして存在しちゃってるっていうふうに言ってるわけ。お金をね。でもね、僕ね、それね、アートともちょっと似てる気がするわけですよ。
アートって我々のある種の、ね、空間からねちょっと超越したものなわけですよ、うん、なんだけど物理的に存在してるんですよ。これとっても不思議なものなんですよね。コンセプトだとかって言われるけどね、コンセプチュアル、アートはコンセプトが大事だって言いますよね。でも物理的に存在してるんだよ、うん、この二重性っていうものを考えるっていうのがファインアートの一番面白いところです、うん、これはずっと変わってない歴史上に。これは生み出せたのは人類だけなんです。お金とアートを生み出せたのは人類だけなんです。だから多分このポストヒューマンを考えることはアートを考えることだし、縄文を考えたりこの石器を考えることはアートを考えるってことにつながっている。あ、でもそう、未来を考えるっていうことはすごい大事だと思うし、なんか俺はアイロニーが嫌いなんですよ。なんかこの作家の個人の内在するものの発露としての作品っていうのがすごいなんか嫌いなんですけど、まあ、その中に、まあ、その作家が何を考えているのかっていう、その一般の人たちが気づかないようなこと、それをなんか形にして提示するっていうことに関してはとてもアグリーだというふうに思ってるし、で、うんと、それが新しい未来を築く可能性もある。まあそれは作家っていう大きな括りで、それは音楽もそうだし、うんと小説もそうだと思う、本もそうだと思う、で哲学者も多分そうだと思う、新しい哲学っていうのもそうだと思う。だからそれをどのように提示しているのか、アイロニーではなくてね、自分の中に内在するものじゃなくて、昨日見た夢っていうものではなくて、でそれを形にした時に、で自分が、あ、これをすごいことを考えてるなっていうふうに思うときに、なんかこうお金を出せるんじゃないのかな。まあコレクターだった場合はお金を出すでそれを支援するっていう形ができるんじゃないのかなっていうふうに思って、その小さなシステムをなんかこう動かそうとしてるのがアーティストで、まあそんなにお金になる仕事ではないと思うんだけれども、それをすごい大切にしてて誰かに提示したいっていう欲求があるっていうことが、なんかこうアーティストたりゆえんであり、アーティストの存在意義なんじゃないのかなっていうふうにすごく思うのと、あと今日なんだかんだ言って作家多いよね、登壇者ね。結局ともちゃんもアルチンも作ってる人多いけども、でもこれはそのパイが大きすぎるのは結構問題でもあるっていうふうに思ってて、で、まあ、結局淘汰されるんだけども、多ければ多いほど淘汰されるんだけれども、でもそれを守るシステムもないわけだし、でそれを、まあ、まず買うシステムが今のところない、で見るシステムだけはあるっていうのが今の現状で、でいろんなことをみんながやろうとしてるわけ。例えばその1万円からアートを買うような分子ができますよとかみたいなのが、でもそれは本当のアートの楽しみ方ではなくて、本当に共感したものに関してはお金を出すことができる、まあ、対価として何かを得るっていうのは社会性であって、でそれをなんかこう阻害した形で、なんかこう株式投資のように作品を買うっていうのは多分本当の共感性ではないっていうふうに思っていて、で縄文の話で言えば、縄文の話で言えば、アルシンがやってる作品は、これ、いつだっけ、卒研やった。卒生やったのって。学部のですか？あ、違う違う、博士でしょ。博士での卒研。博士は13年ぐらい。そんな前？嘘だろ。いや、もうそんな前ですよ。え、博士？2013年とかそんなもんだよ。え、俺それ見に行ったの13年前だね。違う、7年前とかだから。そうだよね、びっくりしたー。2013年。すげえ年取った気持ちになったわ。いや、年は取ってます。でも、その論文を見ると、まあ、作品見てわかんないのよ、やっぱり。で、こいつなんで頭2つの作品で、なんでこいつ黄色いバッグ着てんだろうみたいなのがよくわかんないんだけど、まあ、論文にはすごく集約されてて、で、こいつのなんかこう、変遷だったりとか、変態性だったりとかみたいなものが、こう浮き彫りになるわけよ。で文章では嘘つけない。で、それを見たら、あるか慎吾は分からないっていう人間でも納得せざるを得ないものがあるので、ぜひあるか慎吾の論文を見てもらいたいなって。わあ、すごい。
あ、いい締めだね。おお、いい。ピサも読んでないのに読んでくれたんですね。読んでないの、お前。どこで読めんの？え、なんか読める読める。その PDF 出てるからね。出てるの？芸大の。あ、そう。出てんの？読まない。限界、記事限界時間。あと質問ありますか？質問あとちょっともう時間なんで。休憩じゃない。ライブライブライブ、もうすぐライブ。あと、いや、もううちの紹介しようと思ったけど、じゃあやめとくわ。あ、いいのして。いやいや、飲みて。ああ、そうか、知らない人も。ああ、ちょっと、そうそう、うちはちょっと、ちょっとだけ話してもいいですか。うちは、まあ、なんで、先生、なんか見なきゃダメなやつダメじゃん。あ、分かった分かった。じゃあやめとこうか。まあ、じゃあちょっとホームページ見といてください。でも本当に見てほしいな。システム作りをしてます。それだけ言っときます。はい。それ分かりました。ライブに来ました。どうも。はい。というわけで、ライブがね、ちょっとしちゃってね、サルちゃん、ちょっと本当に申し訳ないけど、10分ぐらいになっちゃうけど、大丈夫？ごめんね、本当に。ちょっと片付けてから出ないといけないから、ちょっと、何人かちょっと、心を伝ってください。